殴れるよ東郷順嫌な奴を殴りたいと思いましたでも自分にその力はありませんそれにたとえ力があっても自分でやるのは危険です仕返されるかもしれませんそこで他の人にやらせたいと思いましたでもどうしたら他の人に殴らせることができるでしょう お金を払えばできるかもしれませんおい、あいつを殴ってきてくれへい、安い声ででもお金はありませんそれに例えあっても自分のお金を使いたくはありません権力を使えば命令できるかもしれませんおい君、あいつを殴りなさいかしこまりました でも権力はありませんそれにたとえあっても命令した責任を問われたくはありませんそこでいろいろな人にささやきましたね知ってる内緒の話なんだけどねあいつ本当はすごく悪い奴なんだってもちろん僕たちは皆子供の頃からずっとこう教えられています正義のために 悪と戦おうこの悪人めえやったぜそう善悪には恐ろしいほどの魅力があります。